はい、今回はですね、チェイスフィルムとレスキューフィルムというタイトルでお話ししてみたいと思います。まあ、こちらはですね、ちょうどダリオ・アルジェントの新作ですよね。オキアリネーリ、英語にするとダークグラッセーズという、まあ、タイトルですけども、黒いメガネですよね。まあ、こちらが、近日って言いますかね、まあ、2022年、まあ、2月ぐらいですね、まあ、これを公開めどにですね、現在制作中ということになってますけれども、まあ、これについてですね、脚本ですね、ダリオ・アルジェントと一緒に共同脚本という形でですね、まあ、いつもフェノミナ以降ですね、一緒に書いているフランコ・フェリーニという脚本家がいるんですけども、彼がですね、まあ、ダークグラッセーズについてですね、まあ、インタビューという形式で答えているんですけども、まあ、こちらについてですね、まあ、オッキアリネーリ、ダークグラスがですね、今までにないですね、ダリオ・アルジェントが今までにないような試みをしているということで、特にですね、チェイスフィルムということで、まあ、追っかけっこですかね、ネズミと猫がね、追っかけるっていうか、いうような形でですね、まあ、まさにね、そんなような形でのですね、チェイスシーンがでかなりふんだんに入っているということなんですね。まあ、こちらについてはですね、まあ、ちょっと全体の流れからして、まあ、最後の方にですね、少し詳しくお話ししたいと思いますけども、まあ、そういった内容からですね、今回のチェイスフィルムとレスキューフィルムというタイトルでですね、まあ、ダリオ・アルジェントのフィルムグラフィーをですね、まあ、少し眺めてみたいなということで、まあ、今回こういうテーマでお話をさせていただきたいと思います。ということで、まあ、チェイスフィルムっていうのは、まあ、チェイスという名前の通りですね、もう追っかけですよね。で、レスキューフィルムっていうのは、レスキューっていう名前の通りですね、まあ、救出ですよね。ということで、まあ、この2つというのは、サスペンス映画という、まあ、カテゴリーにすると、まあ、基本中の基本ということでですね、まあ、やっぱり追っかけられたりですね、何かね、こう、危機一髪のところを救い出すとかですね、まあ、そんなのがですね、やっぱりサスペンス映画の王道ということになって、まあ、手にハラハラすると言いますかね。こう手に汗握ると言いますかね、まあ、そんなところがあるんではないかなと思います。まあ、一方、例えばこう、なんていうかな、ジャーロということで、推理というのはそんなにね、手に汗握るというよりもこう、そうだったのかって感じでですね、ちょっと違うんですけれども、サスペンス映画ということからするとですね、まあ、大概ですね、まあ、このチェイスだとか、レスキューですね、まあ、こんなことがね、一つこう構造上あるということがね、昔から映画の初めの頃からですね、そういったことがあるということで、まあ、これはちょっとですね、まあ、ダリオ・アルジェントの映画は、このチェイスだとか、レスキューというのがね、どんなところで使われているのか、まあ、それもですね、ダリオ・アルジェントはそれについて、チェイスだとか、レスキューがうまいのかどうかですよね。そんなところについてね、少し考えてみたいと思います。まあ、チェイスというのは、まあ、追っかけるというか、まあ、追いかけられるという方がね、いいんではないかなと思います。追っかけるというのはね、なかなか難しいというか、それほど怖くないのかもしれませんけど、まあ、何かね、得体の知れないものだとか、こう、怖い怪物だとかですね、まあ、そういったものに追っかけられるというのはね、やっぱり怖いですよね。ということで、まあ、チェイスというのが、あるということで、まあ、一つのね、サスペンスの王道であるということです。これもともとですね、まあ、どんな映画が昔からあったかというと、まあ、決してですね、これ手に汗握るとかいうかね、殺人鬼に追っかけられるというばかりではなくてですね、まあ、初期の頃の映画なんですけども、まあ、広告を出してですね、要するに花嫁募集なんていうね、広告を新聞に出してですね、あるところで待ち合わせするんですね、男がね。で、そういった形でですね、要するに求人ですよね。求人という形で、付き合いたいね、私が誰かと付き合いたいので、ぜひ付き合ってくださいみたいな広告を新聞に出すとですね、まあ、あるところで待ってるんですね、男が。そうするとですね、どんどん女性がやってきてですね、まあ、1人だけだったらいいんですけど、こう、5人も10人も次々に来てですね、まあ、思わずですね、その男はこう逃げ出していくということですね。まあ、で、どんどんね、いろんなところを、街の中を走っていったりですね、こうなんつうかね、茂みの中を走っていくとかね、川を渡って逃げていくみたいな形でですね、まあ、要するに追っかけられると、要するにモテモテと言いますかね、女性が追っかけていくところを、まあ、男性が逃げていくと。で、最終的にね、一人を選んで、他の女性は諦めるというようなね、話の、まあ、映画が、すごく短い短編の映画がこう、映画の初期の頃に作られていたわけですけど、まさにですね、まあ、なんか追っかけるというテーマっていうのがあるわけですよね。で、まあ、こういった昔のものは昔のものであるんですけど、まあ、わかりやすい例で言うと、例えば、マッドマックス2なんていう映画がありましたけどね、あれは後半のところですね、メル・ギブソンが、まあ、石油って言いますかね、オイルですよね、オイルをこう、なんですかね、タンクローリーに積んで、こう、ひたすら逃げていくというところをですね、この要するにこう暴走族といいますかね、追っ手がこう追っかけていくと、ひたすらこうね、カーチェイスになっていきますよね。まさにですね、まあ、マッドマックスなんていうのはね、こう宝を持った自動車がですね、こう要するに悪者によって追っかけられていくところをこう永遠とですね、まあ、取っていくということで、まあ、これもですね、まあ、チェイス映画のね、一つではないかなということですね。まあ、かなりよくできてるね、チェイスだと思います。あと、ターミネーター2なんてのもそうですよね。最初の前半の方でですね、これ要するにアルドラ・シュルツネッガーと少年ですよね。少年がこう、バイクですかね。バイクに乗ってガーッとひたすら逃げていくわけですけども、それに対してですね、追っ手がこうね、
追っかけてきてね、こう捕まえようとするわけで、殺しに来るということですよね。まあ、そんな形でこうひたすら逃げていく、そしてひたすら追っかけていくということですよね。まあ、そんなところがあるということになりますね。あとだから、激突、スティーブン・スピルバーグの激突であるとかですね、そんなところも、そういう映画もありますしね、要するにカーチェイスだったり、こう、なんていうんですかね、いろいろとこうね、何かをこう、どこかに行こうというところを後から追っかけてくるというね、いうことですね。まあ、警察のね、警察側の視点からするとね、こう悪者を追っかけていくという形になるんでしょうけども、要するに逃げる方の視点からするとですね、追ってですよね、特に怖い追ってから逃げていくというね、そういったところがまあ非常にこう怖いということですよね。で、これに対してアルジェント作品ってどうでしょうかね、そのチェイスシーンって結構記憶に残るところがありますかね。ということでね、ちょっと今回考えてみたいんですけど、まあ、一応ないわけではないんですよね。例えば4匹のハエという映画がありますけど、あそこにですね、メイドのアメリアというね、女性がこう犯人を恐喝するとですね、こう、なんですかね、まあ、生垣みたいなところをね、ひたすらこう、何者かに襲われて逃げていくというシーンがありますよね。まあ、そんなところもありますし、まあ、わかりやすい例で言うと、あと、シャドウでしょうかね。シャドウだと、犬なんですよね。相手が、なんか得体の知れないというか、犯人がわからないような形にしないとね、ジャーロってなかなかね、推理物って成立しないで難しいところであるんですけれども、まあ、その点で、ね、マッドマックス2だとか、ターミネーター2っていうのは相手がね、悪者というのがね、別に推理物ではないのではっきり分かりますよね。したがってこう比較的サスペンスかかりやすいんですけども、犯人が誰だか分からないとね、なかなかこうチェイスシーンっていうのがうまく成立しづらいところありますよね。それに対して、まあ、シャドルは犬ですよね。こうね、犬がなんかこれあんまりこうね、ストーリーに直接関係はないのかもしれませんけど、犬をねこうバンってやってると、こう公園からね、いきなり逃げ出してきた黒い犬ですよ。大型犬にこう、まあ追っかけられるね、管理人の娘さんがいるわけですよね。で、ひたすらこうね、女性っていうかね、少女は逃げていくんですよね。それに対してこう犬がね、こう追っかけていくというところで、まあ、最終的にですね、その少女はですね、犯人ですよね、いわゆる犯人の邸宅に迷い込んでしまって、ちょっと、まずいものを見つけてしまうというような話でしたけど、まあ、まさにですね、シャドウの犬みたいなところをこう延々とね、引っ張っていくということですよね。まあ、あそこはね、なんかこう、犬にね、襲われるんではないかとかという形で、こうひたすらこう移動していくというところで、まあ、なかなかね、手に汗握るシーンがあったんで、まあ、ダリオ・アルジェントもね、そういうのはできないわけではないと言いますかね。どちらかというと、アルジェントってそういう感じのね、ものではないんですが、そういうものがありましたよと。あと、まあ、私は目撃者。あれも中盤戦でですね、まあ、カトリーヌ・スパークが運転するね、自動車にですね、ジェームス・フランシスカスが助手席に乗ってですね、こうひたすらこう逃げていってね、追っ手を巻いていくというシーンがありましたけどね。まあそこもそんなにこう、なんですかね、追っ手を巻くということで、まあ、そこで捕まったらどうっていう話ではないんでね、まあ、ただ、なんですかね、カーチェイスシーンを入れてみたっていう感じの要素はね、非常に強いんで、あんまりそこで手に汗握るという感じではないんですけどね、まあ、そういったものもあるということですね。あんまりうまくはないかなという気はしますね。あと、ですね、逃げ出すものを追っかけるということからすると、フェノミナのラストの近くですね、子供のね、子供がジェニファーをね、追っかけていくというところで、まあ、ボートに乗っていくと、ボートにね、とりあえずこう、海辺と言いますかね、湖の中に入っ、湖にある、まあ、ボートにね、乗り込んでということがありますけど、まあ、そこをね、ひたすらちょっと短いですけれどもね、子供が、そのジェニファーね、主人公のジェニファーを追っかけるというシーンはありましたよね。そんなところがあります。あとですね、追っかけるシーンということからすると、オペラ・ザ・血の喝采ですかね、オペラ・ザ・血の喝采もあれも、本当にラストなんですよね。ラストのところでこうね、山ですかね、山岳にいるご主人公のね、ヒロインがいますけれども、そこにですね、まあ、その山小屋にですね、なんかこう殺人鬼がねいるということが分かって、逃げろということでですね、ひたすらね、この主人公のね、女性のヒロインですよね、クリスチーナ・マルシラッチがですね、こうなんかこう山をですね、こうひたすらこう逃げるというかね、走っていくんですね。そうするとですね、そこに犯人がね、ひたすら追っかけていくというところがありましたけどね。ここでなんかね、けたたましいあれですよね、ヘビーメタルの音楽が流れるというところがありましたけど、そこはあれですよね、こう一応追っかけみたいな形になってますけどね、そこもただね、なんかあれですかね、手に汗握るという形にはなってないと言いますかね、ちょっとなかなかこう、チェイスシーンとしては少しね、少しこう、なんとかね、あんまりこうね、サスペンスというところからすると少し弱いのかなというのはね、多分にありますよね。まあ、そんなようなシーンがありますよということです。まあ、その他ですね、まあ、ちょくちょくとですね、まあ、こう、主人公なりね、誰かが逃げていくと。いうキャラクターが逃げていくのに対して誰かがね、犯人ないしです怖い相手が追っかけていくというシーンは、まあ、短いながらもないわけではないんですけども、それほど目立ってですね、ダリオ・アルジェントの映画だとですね、この、いわゆるこうチェイスですよね、チェイスのところというのはそれほど多くないと、むしろですね、こう
動きというよりもね、どこかでこう殺人シーンが華麗であるゆえにですね、あんまり追っかけるというような形ではなくてですね、どちらかというとこう性的というか道と性ということであればですね、こうダイナミックな動きはしないというのがですね、ダリオ・アルジェントのね、まあ、映画の特徴ではないかなという形になりますよね。あと、まあ、魔女三部作ということで一応逃げ出したりするというシーンもありますので、ね、例えばサスペリア・インフェルノ、サスペリア・テレザ最後の魔女ですね、この3つを見ていくとですね、サスペリアの場合はですね、どうでしょうかね、最後ですね、魔女を刺し殺した後ですね、館がねこう少し壊滅していきますので、そこでですね、主人公のですね、スージー・バニオンは外を目指してこう逃げていくといいますかね、脱出していきますよね。まあ、そこも誰かに追っかけられてるわけではないんですけど、まあ、こう崩れていくのでね、まあ、とにかく逃げていくという形ですよね。ということですね。あとは今、インフェルノの場合もですね、最後にね、メーター・テネブラルムと、まあ、対面する主人公ですよね。主人公があってこう、まあ、そこで火事になっていってですね、館が燃えていくところを、まあ、逃げていくというかね、館から脱出するという形になりますよね。で、サスペリア・テレザの場合も同じでですね、主人公ね、アシア・ルジェントが演じてましたけども、まあ、彼女がですね、魔女のですね、服をこう火にくべてしまうとですね、その館ですよね、魔女がこうね、アジトにしている館がこう崩れていくわけですね。そこでですね、崩れていくんでこうアシア・ルジェントがね、いろいろなところを通ってですね、まあ、外に脱出していくという、逃げていくということですよね。まあ、いずれもですね、そんな形で逃げていくということがあるんですけども、あんまり相手が、誰かが追っかけられてるという形じゃないですね。まあ、建物が崩れるんで、そこから脱出するという形で、それもですね、例えばサスペリアの場合もそうなんですけれども、そこで手に汗握るかというとですね、まあ、ギリギリでね、危機一髪っていう感じはしないですよね。どうでしょうかね。されましたかね。インフェルノもそうですよね。まあ、火事で燃えてはいるんですけどね、ひたすらこう、なんていうんですかね、脱出を拒むものに対してね、なんかね、いろいろなことがあって、こう、葛藤があって、外に出ていくという感じではなくてですね、こう、ひたすらこう、ただ逃げていくだけみたいな感じもありまして、まあ、サスペリア・テレザも、まあ、やはり同様といえば同様ですよね、こう、燃えていくところにですね、バン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 ね、こう、何かこう、そこでこう、危機一髪脱出できないという形ではなくてですね、まあ、あっさりとね、ある意味、比較的あっさりと脱出してしまうということで、まあ、ある意味ですね、サスペリアの場合もインフェルノもですね、サスペリアの場合はこう魔女を殺した段階ですよね。で、インフェルノの場合もね、魔女を見つけたと。で、サスペリア・テレザの場合もですね、魔女が死んだ段階で映画自体はこうね、ストーリーはこう、ある意味終わってますので、まあ、あとはこうね、事後処理的な形でですね、こう、あっさりと終わるというような形、まあ、夢から覚めるみたいな形で終わると、まあ、あっさりとしてますよね。まあ、そんな形でですね、アルジェント作品、まあ、いずれも見ていきましたけど、あることはあるんですけれども、チェイスという点からするとですね、やはりちょっと弱いのかなっていうのはね、あるんですよね。むしろですね、チェイスを前面から取るもんではないですね。まあ、例えばなんつうかね、こう、動的なね、ものであれば、例えばスター・ウォーズエピソード4ですかね、そこで、あそこはチェイスにはなってなくてね、要するにこう、何かをね、要するにこう、デススターを破壊するために攻撃していくっていう側ですけれども、後ろからね、なんかタイファイターですかね、要するに帝国軍に追っかけられたりね、してはいるのでね、空中戦みたいなものもね、追っかけられるという点からすればね、追っかけられてると言えるんですけれども、まさにですね、そういう手に汗握るシーンというのは特にね、アルジェントの方にはないというですね、まあ、どちらかというとそういうような構造になっているというふうに言えるかなと思います。はい。ということでね、サスペンス映画の中のですね、チェイスシーンですかね、チェイスフィルムという形はですね、まあ、こう、基本的な典型例なんですけれども、アルジェントの場合ですね、なかなかこのですね、まあ、チェイスに関するね、構造というのはあまりこうね、全面的に扱ってないというふうに言えるかなということで。あともう一つレスキューフィルムということなんですけども、まあ、何かを助けるですよね。例えばこう危機一髪のところでね間に合ってよかったということで、まあ、例えばヒーローがいてヒロインがいてね、ヒロインがこうね殺されそうになってるところをヒーローがねひたすらこう助けに行くとかね、まあ、いうのありますよね。まあ、なんですかね、例えばねアドルシュワルツェネッガーつながりとかコマンドとかね、まあ、娘がねこう殺されそうになっていくとこう助けに行くとかね、ランボーなんかもそうですよね。なんかね娘をね助けに行くみたいなところってありますよね。そのためにね、こう、なんか敵地に乗り込むみたいなところがありますけど、まさにね、そのレスキューというのは、やはりこうね、一つの、すごくね、典型的なね、サスペンス映画の作り方ですよね。まあ、特にあれですね、ランボシリーズなんかそうですよね、こう、怒り、いわゆるね、救っていくというかね、捕虜を救うとかね、まあ、そんなものはね、すごく、サスペンス映画だけではなくて、ね、たくさんあるんですけど、これについて、例えば、火事から助けるという、まあ、歴史的に言えばですね、火事が起こってるところをですね、まあ、なかなかね火事だということで、まあ、親子がいるわけですよね。そこにですね消防署にね火災報知器が、鳴ってですね消防署の職員、職員で消防士たちがですねこう
出動していくわけですね。車っていうかな、出動していくわけですね。そこでですね、こう火事で燃えるところをこうね、消防士たちがこうね、救出するというようなね、話というのが、こう、初期の頃にね、そういう映画作られましたけど、そういった映画もかなりね、ありますよね。そんな形でですね、救い出すというところがね、一つ、映画のね、サスペンス映画の王道の一つなわけですけど、アルジェント作品の場合どうでしょうかというところをちょっと見ていきたいと思います。まさにですね、この場合どういう形があるかというと、まず一つであるのがこれでしょうね。私は目撃者ですね。私は目撃者はカール・マルデンいるね、盲目のね、主人公、アルノと言いますよね。アルノがですね、子供ですよ。自分の子供ではないんですけどね、育てているね、娘がいますけどね、ロリーというね、娘と言いますか、少女がいますけどね、少女が、いわゆるね、犯人にさらわれるわけですね。さらわれたところでこう助けに行くというねところがあります。でただですね、これ助けに行くんですけどもね、その本当に殺されるかどうかというところでこうね、ハラハラドキドキするかというとね、そういうふうにはなってないですよね。で最後に実際ですね、エレベーターのね、ホールのところでですね、このロリーがね叫ぶ声が聞こえるというところでね、終わりますけど、実際殺されてるか殺されてないかっていうとね、明確にはなってないんですよね。殺されてないというふうにね、考えるのが自然だとは思いますけども、犯人はね、殺してしまったさっていうことを言ってますのでね、なかなかこう、明示的にね、ストーリーが、子供がね、生きていて、こう、抱きかかえるとかね、例えば、あ、よかったね、みたいなシーンがあればですね、ハッピーエンドなんでしょうけれども、そこがですね、ちょっと微妙にですね、描かれてないというか、あえてそういうぼかしてあるみたいなところがあってですね、ありますけど、ちょっとそこもですね、こう、救うというか、子供を救うというところからするとですね、こう、本当に怖い目に合わせて、こうね、危機一髪のところを救うというような形にはなってないというところがありますしね、むしろそういったことをテーマにしてないというのがね、私は目撃者ですね。あとですね、フェノミナの場合もですね、こう、例えばこう、助けるというところからするとですね、ラストシーンもそうですよね、なんですかね、ジェニファー・コネリーがね、こう、殺される瞬間の時にね、後からね、秘書のシャピロさんという方がね、父親ではなくてね、ある、こう、ちょっとね、中年の男性がね、車に乗ってね、ピストルをこうね、横に置いて、こう、助けに来ますよね。で、あそこもね、一応、そういうことからするとですね、フェノミナのラストもですね、このジェニファーを助けに来る中年の男性が出てくるということからすると、レスキューにはなってるんですよね。ですけどもね、レスキューはいいんですけども、最後にね、スパーンってね、こう、あっという間に首を切られてしまってね、何の役にもならない、立たないというかね、本当に首を切られるためだけにね、出てきたような形ですけどもね。ということからすると、一応レスキューと言えるんですけども、秘書のシャピロさんはですね、そのまま首を切られてこうね、本当にこう、脅かさせるためだけのね、役という形になりますね。一応そういう形はあるんですけれども、なかなかですね、こう助けるというところからするとちょっと微妙なところですよね。あとは、トラウマ、鮮血の叫びもそうなんですけどね、アーシー・アルジェントがいますけどね、そこに対してこうね、そのね、アーシー・アルジェントに恋した男性がいろいろとね、探りを入れてこう探そうとするんですけども、そこもですね、何かね、こう、危機一髪のところを助けようとかっていう形ではないのでですね、そこもですね、レスキューにはあまりなり得てないということですね。極めて言えるのはね、基本的にダリオ・アルジェントの映画っていうのはこう、なんですかね、強烈なヒーローがいてですね、こうヒロインが弱くてですね、弱いものを強いものが助けに来るというのが、これレスキュー映画のね、一つの典型的なパターンですけど、必ずしもですね、そういう対立になってないですね。要するにこう、ヒロインは結構弱いわけじゃなくて結構強かったりですね、最後ね、一人で何とかするみたいな形になってますしね、魔女三部作もそうですね、スージー・バニオンがね、いますけど、それに対してこうヒーローが出てきてですね、こうね、助けるとかっていう形になってないですね。それに対してこう古典的な映画ってみんなでどちらかというとこうね、ヒーローが来て助けるみたいな形のものが結構あるわけですけども、そうなってないということで、基本的にですね、レスキューフィルムの形式をですね、ダリオ・アルジェントというのはこうあんまり使ってないということですね。基本的に使わないでですね、ヒロインがいるわけですけど、自分でですね、こうなんとかね、解決するということになっているということで、強い女性像っていうんですかね、要するに典型的な、ね、男女関係みたいな強い弱いを描くことは特にね、アルジェントの作劇から言ってそういうふうにはしていないというのがこうメインだということですね。初期の頃からもそうですもんね、喜びのキルマからもですね、特に強い弱いではなくてですね、ひたすらね、誰かが助けに来ると、警察がね、突然出てくるとかっていうのはありますけどもね、どちらかというと、それもね、警察が危機一髪のところに来るとかっていう形になってないので、レスキューフィルムという形からするとですね、ちょっと、形としてはね、そういうことは採用してないんではないかなということになるわけですよね。で、それに対してなんですけれども、フランコ・フェリーニですね、フランコ・フェリーニが、この、
ですかね、あのインタビューでね少しお話ししてるところだと、まあダークグラスの場合はちょっとねダリオ・アルジェントにとっては一つね一つの冒険であるということですね。まあ、なぜかというとこの、前半後半という形で、まあ、2つに、まあ、あの分けるとすると後半ですね、後半の部分というのはですね、あのどちらかというとダリオ・アルジェントが今まで撮ってきてないようなあの夜のシーン、ほぼよあの最後のね後半も夜のシーンだらけになってしまって、なおかつですね夜のシーンなんですけど、まあ、例えばこの今までトリノで撮ってたようなね、要するに都会ではなくてこう、まあ、いわゆる郊外って言いますかね、あのいうことで、まあ、田舎のねあのシーンが、田舎と言いますかね、なんか要するにこう、まあ、郊外ですよね、あのいわゆる 都会ではないあの郊外のシーンがメインになってくると、まあ、そこが ひたすらやたら多いということになりますね。あとはですね、半分ですね、やはり後半がですねチェイスシーンが非常に多いということですね。あのですのでね、こう追っかけると、要するにこう、ね、猫とネズミという、ね、例をあのフェランコ・フェリーニは出してましたけど、あのネズミがですね追っかけられて、ね、猫が追っていくような形でですね、まあ、要するに犯人が追っかけていって、こう主人公がねこう要するにこうひたすら逃げていくと、まあ、そういう形のところが非常に多いということなんですね。まあ、そこができるかというとですね、まあ、非常にですねダリオ・アルジェントって結構ですねこうチェイスシーンとかっていうのは撮ってないわけですよ。今までのところからするとなかなかですねあの非常に怖い映画をたくさん撮ってるわけですけれども、どちらかというとねこの場面場面で非常にねあの絵画的な、ね、形での撮り方をしているので、こういう動的な形のですね、まあ、シーンというのは非常に少なかったわけですよね。まあ、あの先ほど言ったように、まあ、シャドウの、ね、犬のシーンというのは唯一の例外に近いのかなって感じしますけど、まあ、そんなことからするとですねチェイスシーンが非常に多い、まさにですねこのあれですよね、このねマッドマックス2のなんですかね、あのあるタンクですかね、あのタンクローリーをね、運転してね、あのあるところに行くところにこう相手が追っかけてくるようなね形のイメージということになるかと思いますけど、まあ、そんな形のですねあの、まあ、構造になっていると、あの脚本自体がですね、となるとですねこう非常にこうねアルジェントはどういう形で撮っていくのかなっていうのはね非常に難しいって言いますかね、なかなかねあの、まあ、これについてはね興味深いところがありますよね。まあ、ということで、あのフランコ・フェリーニのねインタビューを元にするとですね、まあ、こういった形の構造になっているということで、まあ、どうなっていくのかなというのが非常にありますけど、今までとねやはりだいぶ違うんではないかということになりますね。まあ、その辺ですね、あのやはりこう、新しいねあのカメラマンであるとかですね、あの新しいあの若手のねスタッフがかなりねあのついていますので、まあ、そういった若いあの世代のですねこう行動的な能動的なね動きにこうちょっと期待したいなと思いますけどね。まあ、そんなところでですね、まあ、今回ちょっとあのまあこうフランコ・フェリーニのダークグラッシーズについて語ったですねちょっと短いインタビューをちょっとね最近見ましたのでですね、それについてこのねチェイスフィルムとレスキューフィルムという観点からですねダリオ・アルジェントの今までの作品をねちょっとまとめてみたということになります。ということでね、まあ、あの動きのねあるシーンってね結構アルジェントってあんまり得意ではないのかなとずっと私は思っていたんですけどね、どうなっていくのかなというのがねあの楽しみだなという感じになりますね。はい、ということでね今回はこれであの以上ということにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。